はい、どうも皆さんこんにちは。なんと最終日がやってきてしまいました。そしてその最終日を迎える間に私41歳となってしまいました。どうもありがとう。いいねいいねいいねいいぜ、41歳金髪、今年もね頑張っていきたいなと思っております。もうね結構長い間、もう半年ぐらいになるかな、ここでやらせてもらって、いろんなね、経験をさせてもらったりとか、いろんな体験させてもらったりとか、させてもらったんですけれども、それもね今日で終わるので皆さんね寂しくなりますけれども、またライブ会場でお会いできればと思います。今日もね歌っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございます。普段ねライブっていうと夜のことがねすごく多いので、夜向きなんだよね。起きてから、今日はね結構早い時間に起きたんで、6時半ぐらいには起きてたんだけど、まだね声が完全に起ききってないっていうね、まだ調子悪いなっていう感じはしますね。でもね昼間のねイベントも今後またいろいろあるでしょう。そんな中でまたね歌えるようにこの経験を生かしてねやっていきたいと、思っております。ね、皆さんまた会う機会があればねぜひ見に来てください。じゃあ次の曲行ってみます。よろしくお願いします。
わけで、ね、この半年間ぐらいやってきたわけですけども、最後ね、少しだけちょっとギターのみでやっていきたいなと思います。夕方稲荷の鐘の音が街中に響く、透き通った茜色の空、明日もきっと晴れる。揺れる背の高いひまわりと遊ぶのは、姉さんの自慢の子供たち、ずいぶん大きくなった。たくさんの願い事をしたんだ。いつまでも変わらず優しいぬくもりを、いつまでも変わらず優しいぬくもりを。たくさんの願い事をしたんだ。いつまでも変わらず優しいぬくもりを、いつまでも変わらず優しいぬくもりを。どうもありがとうございました。望月拓也でした。また会おう。よろしく。どうも。イエイ。